泳げるようになるために頑張るって決めたんだから。でもやっぱり無理。ちょっと休憩。まさか自分の体力のなさをここまで実感させられるなんて思わなかったな。あれ、沙織さん、こんにちは。なんだか随分と頑張ってるみたいですね。伊吹さん、こんにちは。なんか情けないところ見せちゃったな。情けないだなんて。それよりもどうしたんですか？ちょっと体力作りを頑張ってみようかなって。ほら、ユニット活動も体力勝負なところがあるし。確かにそうですね。体力があった方がパフォーマンスの出来も違ってきますし。でもあまり無理はしない方がいいですよ。沙織さんの場合はランニングよりもウォーキングに切り替えるのもいいかなと思います。ウォーキングか。私でも効果出るかな。こういうのって最初にガツンときついのから始めないとってイメージがあるんだけど。そういう方もいますね。でも過度な負担は怪我のもとですから、最初は自分の体力に合った運動から始めて、それを継続していくことが大事なんですよ。自分に合った運動の継続か。言われてみると確かにそうなのかも。ありがとう、伊吹さん。私頑張ってみるよ。いえいえ、それじゃあ私はこれで。もしわからないことがあったらいつでも連絡ください。うん、その時はお願いしちゃおうかな。まさか水泳教室に通ったのに泳ぐ体力がないから体力作りしてたとは言えないよな。罪悪感。でもウォーキングか。それなら確かに私でも続けられそうかも。よし、毎日ウォーキングして体力をつけるぞ。沙織、なんだか最近変わった？そうかな。そういえば最近階段とか二段飛ばしで上がってるし、歩くのも速くなったよね。うんうん、姿勢も良くなったかも。だよね。ねえ、最近何か始めた？別に気のせいじゃないかな。ほら早く行かないと次の講義始まるよ。やっぱり沙織ちょっと変わったよね。だよね。でもいいんじゃない？なんかめっちゃ元気な感じだし。そうだね、悪いことじゃないもんね。一体何があったのかな。ふう、今日も頑張った。最終日までよく頑張ったぞ私。まあ結局最後まで犬かきしかできなかったけど、でも犬かきだって立派な泳ぎなんだから、これは私にとっては大いなる一歩なんだよ。うん。あ、沙織さん。あれ、みゆちゃん待っててくれたの？はい、沙織さん今日が最終日ですから。そんなことしなくてもいいのに。でもありがとう。最初はどうなるかと思ったけど、なんかこの1ヶ月ですっごく成長した気がするよ。これもみゆちゃんが紹介してくれたおかげだね。そんな。でもお役に立てたなら何よりです。でもせっかく少しずつ泳げるようになってきましたし、もう少し続けてみませんか？え、もう少し？でもな、これ以上続けると大学とかマーメイドの活動にも支障が出ちゃうかもしれないし、断った方が。でもみゆちゃんのおかげでここまで来れたんだし、
断るのも悪い気が。どうしよう。沙織さん、あの、ごめんなさい。私ったら沙織さんのご都合も考えずに。そんなことないよ。みゆちゃんの言う通りな気もするし、もうちょっとだけなら通ってもいいかな。本当ですか？嬉しい。うん、まあもう少し、もう少しくらいなら通っても大丈夫でしょう。別に流されたりとかそういうのじゃないから。うん。